マの情報に詳しいんだろ。なら、ローマがいっぱいいる。男福島、なんか溜まってき。あらあら、多くの妖魔が集っていると聞きました。それから、さあ、それから一人暴れ回る蓮氏殿。あら、ひょっとして両…暴れるというあたりかな。あいつなら俺が行って。三方ヶ原に妖魔の大軍を相手にして一人暴れ回る。とにかく暴れたいという福島正則のため、蓮氏が提供したその情報は、それが旅網に一人の男を思い浮かばせたのである。喧嘩っ早いが頼りになる。無事ならば何として。旅網は福島正則とそのお目付け役加藤清正。妖魔を相手に暴れ回る将か。俺にはそいつは頼りになるやつなのか。うん、腕と心意気は保証するだが、さあ、妖魔どもは俺。あんな感じなの。要するにバカなんだな。俺たちの家は壊させない。何が起きようと、どんな世界でもな。北の方が騒がしいよ。普段の武将がいるのはそちらのようだ。出よう、デックベー。なぜだろうな。正則を見ていると丹念を思い出す。暴れやがって。おい、もっと人数を集めてこい。てめえ、これが来たる者の戦いぞ。なんだてめえは。人の獲物横取りしてんじゃねえ。んだとこら。お前のもんだって誰が決めたんだよ。やぞ、不殺だ。てめえ、おめえ囲んでタコ殴れ。てめえじ、バカに止まってられるか。てめえ、こいつらは俺が片付ける。もう覚えてる。立ち上がれ、こら。こいつらを片付けんのは俺だ。冷める戦ぶり、見事。お前がこの辺りを騒がせているやつか。なんだお前、喧嘩売りに来たのか。どこをどう取ったらそうなるんだ。バカだ。見たか、俺が俺の実力だ。ちいや、たっぷりいるぜ。厄介な奴が増えただと。援軍を急がせろ。執着至極に存ずる。待て。
が全部片付けちまうぞ。くそ、押し乗りやがって。戦の最中はあいつら。迫ってる。お前らそんなことをしている場合か。うん、やれやれ、勝負なら戦場でつけてこい。ふん、分かってんじゃねえかおっさん。さあ仕切り直しだぜ。綺麗ことになってんな。手が出よう。敵の親玉が出なかった。ちょうどいい。あれが的だ。あいつを先に倒した方の勝ち。これで文句ねえだろ。探したぞカンネ。こんなところで何をしている。なあおっさんか。見りゃわかんだろ。喧嘩だよ喧嘩。やれやれ。ここ福島受けてた。似たようなバカだ。想像したら倍以上。これが楽勝勝利。頭痛がしてきた。終わったな。執着仕事に対する。みてえな暴れっぷりだな、マサノリ。勝負がかかってんだ。おっさりやがれ。
で引き当てろ。てめえ、発目せよ。やるじゃねえのよ。楽しかったぜ。やれ。将たる者、勝っておごらず。ま、いい勝負だったんじゃねえのか。俺は負けたつ。な、俺だって。おう、上等だ。なら、次の戦でしょ。さあ、何度でも受けてた。あいつら、本当に連れて帰るのか。いっそここに置いていった方が。いや、待て、それではきっとご近所の迷惑になる。連れ帰ってしっかり監督するのが俺たちの義務だ。お互い苦労するな。よし、これがお